諸富士プロのクラブ紹介よっよっ。これ皆さん気になると思うんですよ。ちょっとうるさい人がいますけど、あのはい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日ラウンド中気づかれた方もいらっしゃるかもしれないですけど、諸富士プロの左腕と森プロの左腕と私の左腕についているのがこれ今おすすめのリセットですね。はい、これ僕はこれやりだして本当にこれ冗談抜きで結構左肩がきつかったのが楽になったりするんしたんですけど、どうですかその辺お二人。俺なんか体が軽くなった感じはしますよね。うん、それ僕も同じです。で体幹はやっぱ鍛える。ああ体幹もあるから。ああなるほど。でずっとつけてていいじゃないですか。確かに確かに。で手じゃなくてもいいし。そうなんですよ、こういう感じになってて、うん、どこでもいけるから。まあ、痛い部分に、まあ、おしゃれでつけてるっていうのはありますけどね。そうですね、これおしゃれでいけますもんね。うん、いける。本当ですね、モリプロも使ってて、うん、まあ、皆さんよかったら概要欄にあの URL 貼っ付けとくんで、リセットお願いします。お願いします。これつけると648ヤードも2オンします。はい、お願いします。お願いします。チャンネル登録と、はい、グッドボタンを、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。森正隆プロでした。黒気になってますね。僕があれだけ言ったんですよ昨日、黄色はやめとけって。やっぱ黄色できましたね。そういう本当嫌。でもスタイルが違う。スタイル、はい、ということで皆さん気になってると思うんですけど、諸富士プロ飛ばしちゃうんですね。噛んでない。噛んでいいよ、もう噛んでいいよ。はい、オッケーオッケー。諸富士プロのクラブ紹介です。はい、ちょっと見ていきましょう。なんか全体的にウッド少なくないですか。なんかウッド少ないよね。ウッドが2本しかない、ね、2本しかないですよ。なんで僕下を多めにしたくて、うん、ウェッジを。あ、ウェッジこれ皆さん見えますか。3本入ってます。58に、はい、56に51、はい、これはなんでこの2度違いで。これ一応5955にしてます。あ、リアルロフトが違うんですね。はい、なるほど。59度、55度、51度。はい、うーん、なるほど。じゃあ4度飛ばしってことですね。そうですね。じゃあピッチングは知りません。いいでしょう。ピッチングはピッチングです。ピッチングはピッチングですね。じゃあアイアンはこのキャロウェイのマスバックで、4がキャビティ。キャビティって何ですかこれ。これ何ですかこれ。21度。これ何？そうですね、やっぱウェッジが多い分、はいはいはい、何か減らさないといけないんで、はいはいはい、3番アイアンを抜こうって決めて、はい、でちょっと飛ぶ3番アイアンを入れとけば、はいはい、まあちょっと距離ある場合は4で打っとけば手前に乗るし、はい、なるほど。まあ突っ込みたい時は3、こっち飛ぶ方で打てば。ちなみにこの3で何ヤードぐらいいくんですか。240ぐらいですか。240。だからこの上から230ぐらいから40、ティーショット打てば40もうちょっといく。なるほど。で気になるんですけど、これクリーク5番ウッド、これスプーンです。3番ウッド、はい、これ見たいと思うんですよ視聴者、はい、ちょっといいですかクラブ説明していただいて、はい、あ、M6 なんですね。 M6 15度。15度、ちょっとしっかりしたシャフト。スピーダーの857。8号ならまたちょっと重たいですね。まあ、重型でスプーンを入ってます、ね、なるほど。これで200、まあ、ティーショット打てば70ぐらい。なるほどですね、まあ、セカンドもそれぐらいは狙いますね。すごいですね、270ですかね。松田君のティーショットより行くと思いますけど、ね、より行く。かぶりましたね。じゃあ次ドライバー行きましょう。ドライバー行きましょう。噛み合わってね。噛み合わんのがいいや。いいね、いいね。そうね。わ、ドライバーまたこれ色変わりましたよ、はい、これ昔の G。 はい、ピング、ピングですかこれ。これなんて読むんですか。ピンですね。これはピンです。ピンですね。誰でも読める。ピンの9度。ちょっとあんま面白くないです。ここね、なんかなどう突っ込もうか迷った結果、やっぱリアル松田先輩。リアル9度ですかこれ。9度です。9度で、はい、シャフトがまたこれ短いですね、このドライバー。なんかエボ5、まあ、757なんですけど、80g ぐらいあって、はい、
まあ、TX を先端切って44インチで、はあ、TX ってあの X の上ですね。市販では売られてないんですけど TX って言って、まあ、WX みたいなもんですかね。そうですね、先端切って44インチにして、はい、まあ、バランスが出るようにちょっとのあまり捕まりにくいように。バランスはどれぐらいが好きですか？ D3 いかないぐらい。 D3 いかないぐらい。続きましてパターですね。パターなんかさっきいろいろあったみたいですけど、はい、結局これがエースパター。そうですね。これまた皆さんこれ値段がつき、まあ、オリジナル黄色が好きなんで、はあ、それで服も黄色でかぶるっていう。これ黄色じゃないですけどね緑ですけどね。蛍光黄色ですね。蛍光色が好きなんですよ。なるほど、すいません、はい、かぶってしまって。僕本当そうですよ、半年に1回しか着ないんですよ。それがかぶった。かぶりましたこれはすごいですね。サークルティ、これを何名様にプレゼントない。これはさすがに安藤さんが買ってからのってことですか？バカ野郎チャンネル登録とグッドボタンばいっぱい押してください。よろしくお願いします。ありがとうございますなるほど、これすごいっすね。これは世界に、オーダーとかですか？これオーダー作ってもらいました。大事な一本です。素晴らしい。で、なんかグリップの形がちょっと違いますけど、はい、どうかされましたか？ジャスティンローズ。ジャスティンローズの握り方で、黒で。クローグリップのいいとこって何なんですかね。最近多いですよね。でもいろいろありますよね。僕はちょっと右手で打つんですけど。なるほど、まあ、いろんな握り方ができるっていう。こうやってかぶせるんでフラットキャップとかあるんで、まあ、いろんな握り方をやった結果これにたどり着いた。これですね、まあ、去年の春先ぐらいからこの握りで、はい、結構そこから優勝争いとかしだしてやってますね。はい、あとなんかずっと前半気になってたんですけど、これなんですか？このマサって書いてる、これなんですか？これ、これはオーダーでブッシュネル入れるやつらしくて、いや僕もなくしちゃったんですけど、レーザーを、それをオーサムジャパンって、ここでオーサムジャパン、それ Google で検索したら出てきますかね？出てくると思う。これはちょっと、はい、メモカバーも作ってもらって。あ、メモカバーとかそういうのやってるんですね、はい、全体に。かわいい。あとなんかこうキャディバッグの中とか見たいですね。ちょっといいですかね、はい、まずいやつとかないですか？何も入ってない、何も入ってない。すぐ撮影の時入れるでしょ、なんか出ません？こっちはね、こっちはクロールバーだ。あー、シンプルだこれ、ボールしかない意外とあんまり入れないですか？いろいろ入れないですね。あんまり入れるのが、まあ、ボールとティー入れ、ティー入れも同じ。あ、ほんとだ、蛍光色、見てくださいこれ、蛍光色好きで、まあ、ティー入れ。じゃあ、今回どれをプレゼントT1 本、 T1 本じゃプレゼントしますすいませんあ、諸富士プロの2020年 の、 あの前半戦ちょっと試合がコロナでなかったですけど、このセッティングでいくということで、はい、かっこいいですね。もうパワーヒッターのセッティングですね。まあ、皆さんも参考にはちょっとなるかどうか分かんないですけど、まあ、真似されるとすごいかっこいいと思うんで、ぜひ真似してみてください。はい、はい、今回はショートパット編をやっていきたいと思います。ショートパットの時はこの前もアンチャンネルでやったんですけど、この面がインパクトの時にまっすぐターゲットに向いてるといいです。で、この面をまっすぐ向けるにあたってフォロースルーをあんまり取らない方が面っていうのはまっすぐ当たりやすいんですね。なのでこの T ペック T を今回この2本刺しています。こういう練習をしていただいて、後ろに構えますね。で、構えてこういう風に T にヘッドが当たらないようにストロークしていただきます。そうすると、まあ、ビリヤードで例えると分かりやすいかもしれないですけど、
ビリヤードってこうちょっとこう当たって押しますよね。その感じと一緒でショートパットもフォローで止めようとすると少しヘッドがそういう動きになります。そして玉足も強くなってベースの面もまっすぐ向きやすいのでこの練習ぜひやってみてください。ちょっと後ろから技プロ取ってもらってもいいですか。なるほど。ではこれは結構ショートしがちな方におすすめってことですかね。そうですね、緩む方いるじゃないですか、はい、ショートバットがああいう方にこのドリルはめちゃくちゃおすすめです。ヘッドがこう止まるんですね。映ってますかね。映ってますね。しっかりとこう当たらないようにやるとヘッドが走っていい感じで転がると思いますのでぜひ皆さんもこの練習やってみてください。ショートバットめちゃくちゃ入るようになります。